やる気ないんだったらいいんじゃない。でそれだったらもうあれまで言いますよ。うん、まあでもそれが答えならまあいいけど、普通に仕方ないんじゃない。いや、やめますよ。はい、どうも、ムカキンでーす。今ですね、ワズボーン来るんですけど、まあ、俺よりも最近生配信も動画の投稿数も良くてですね、再生回数も良くて、TikTok でも生きてんのムカつくんで、アルファ D いる意味ないだろ、やめろって言っていきたいと思います。いいやん、最近数字。それなんです。数字むっちゃいい。生配信最近何してるわけ。何ですか生配信。妖怪ウォッチぐらいですね。妖怪ウォッチ、ポケモン。まあ今やってますね。やってない。あの、買ってるんでやめますね。案件あんま受けへんやろ。あんま来ないですね。来ないな、案件。まあでも来たらとりあえずあれから受けてるだけ。お金まだ欲しいし、欲しいな。貯金だけ使うとかじゃないけど、いつ俺はお金が稼げるのか稼げなくなるのか見えて生活して。まあそうだね。このアンケートとか一切言ってるんだけど、アルファディも言うてるもやめ。いや、やめる気はないですね。あ、そう、うん、でもお前一人でやっていけるくらい普通に。どうなんですかね、誰も考えたことは。なんかまあ指示されるのは多分好きじゃないと思うし、なんか一人でやりそう。そうなんですか。普通にアルファイアブちゃんとかも一人でやめれたから、うん、かなと普通に。おお、急ですね。いや急っていうか、あれやめろって言ってるわけじゃないよ。ただなんか一人でできるから褒めてる、むしろ。ああ、そうやって土曜ミーティングとか参加する意味あるのかね。でもなんかまあ再生数は俺が一番上やなって思いますね。再生数俺が一番上。その再生数はまあどう考えても俺が一番多くなっちゃう。放送してるし。まあ動画投稿の再生数だったらね。うん、俺の方が上。俺。メモ会持ちだろ俺。圧倒的に俺です。だからアルファディであんまいる意味ないなと思ってはいる。うん、何しにアルファディやったの。うん、何する。なんかまあ。自分よりすごい人のところに行けるのかなみたいな。なるほど。でもアルファディやめよ。やめてほしいね。やめてほしい。やめてほしい。ここまで来たら。やめてほしいけど、なんかでもいる意味はないなってのは思って。やめてもいいんだよ。本当。あのアブちゃんとかもやめた後もなんかいいし。やめてもいい。お、ムカキンさんがそのぐらいでいいの。これからじゃなくて、やめてもいい。そう、やめたい。だってやめたいって言ったら、あれだけど、何に対しちゃうの。だって、あんま意味ないな。でも、一人で数字取れるのもかっこいい。無所属ってかっこいいよ。もうやめよう。やめよう。やめよう。もうやめよう。やめようでくるか。俺もアルバイトが排除したいってさ。いや、排除じゃないけど、なんか下育ててあげたいから。やめた方がいいんじゃないかな。ヨロゼアですか。ヨロゼアも頑張ってるし、お前って言うこと聞かないじゃん。だってそう、お前だけなんだよ、こうやってやり返し。痛い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 。お前だけなんだよ、これやり返し。ってのを考えたらやめた方がいい。やっぱアルファ D でいる以上奴隷でいてほしいわけ。なんとかして中指を刺さないこうやってもう一本でいいよ全部これをしっつって俺にしたいよ。そんなもろくないよ。そうか、だからなんかやめ時ってのも考えていいと思う。いや、したいやめんの。やめですよ。なんかそんやめてほしいんですか。やめてほしい。えやめてほしい。違う、やめないで。でもそんな話にする人がないじゃないですか。いつやめてくれるのかな。やめてほしいんじゃん。違う違う違う、間違えた。今携帯刺した。今携帯刺した。間違えた。そう、間違えた。携帯触ってた。携帯触って間違えた。そういうこと。なんかやめてほしいとは思ってないけど、やめてほしいと思ってる理由がある。
やめてほしいと思ってる理由がある。そう、やめてほしいとは思ってないけど、やめてほしいと思ってる理由がある。やめてほしいと思ってる。そうそう、え、ちょっと待って、やめてほしいんですか。なんか別にやめてほしくはないんだけど、そうけど、やめた方がいい。やめた方がいい。やめた方がいい。そう、なんでですか。俺より人気になれたら困るから。俺自分で人気ないって言ってましたけど、俺人気ないけど、なんか俺よりも圧倒的にもう数字ついてきたら勝つけん。でもそんな圧倒的じゃないっすね。で、多分なんだろう、アルファディって知名度影響力ある人間が代表になる制度があるから、だからお前が知名度影響力ついたらお前が代表になっちゃう。代表の座奪われたくない俺。え、なんですか。いや、お前知名度影響力俺よりも圧倒的要因だったとするじゃん、そうだったとしたら代表になりますみたいな。いや、ならないんだったらアルファディやった方がいい。ならないんだったら、そう、なるならいいと思う。なるならいいと思う。究極の25分そう、いいんだね。どっちがいい。どうしますか。それは知名の影響力がつくんだったら、はい、俺を越すんだったらアルファディ代表になるし、で、このアルファディ代表になりたくないんだったらやめた方がいい。でもまだ越してないですよ。越した時のこと考えてる。で、お前がアルファディ代表にならないんだったらやめた方がいいっていうのは何回も言ってて、で、アルファディ代表になるんだったらなるで、なるって思われたら立場なくなるからやめさせたい。だから、辞めさせるか、自分から辞めるかのこの2択で考えてほしい。辞めさせるか、自分から辞めるか。あー、なんか、どうもいいですよ。よいしょ、じゃあ2択にしよう。取って。何なんですか。2択。こっちが何ですか。違う、いや、もうランダムにしよう。ランダム。ランダム。辞めるか、辞めさせられるか。辞めさせられるか。お前、だから除隊だ、除隊。それか、3択でもいい。やめる、やめさせられる、オワコンになる。うん、違う。オワコンになる、どうやってなるんですか。配信禁止。配信禁止。あ、で、抜けないと。抜けないと配信禁止。もう配信をこれからやる。生配信禁止。何ですか。オワコンになってほしい。意気が分からない。寒くてオワコンなんですよ。そんなことないですよ。これあれで俺だけが言ってるわけじゃない。これみんな言ってる。アルファディも、コムライも、ディフェアも、レニーマンちゃんも全員抜けてるよ。全員ね。笑いができたな。よろしやー。はい。競技の結果、お前除隊にすることだ。俺壊せ、概念をぶち壊せ、壊せ、世界をぶち開け、眠っちまった感情を今解き放てばいい。潰せ、何一つ残さず潰せ、全て奪い取れ、朽ちまった感覚はまた狂わせればいい。